元気出していこうか。出していくしかない。さすがにな、毎回毎回うるさいわけにはいかんからな。でもそれはあるよな、なんかな、静かな、うるさいだけが取り柄みたいなとこはちょっと嫌なよな俺。今日はちょっと静かでもおもろいマスキル見せようか、うん、そうしよう。よし、なら挨拶行こうか。行きます。はい、おっしゃ、元気出していこう。はい、せーの、あはい、ってことでね。そうね、今回の企画は来るとこまで来たなって感じ。あー、それはある。怖いもん俺。なんか怖いよな。うん、なんか今回は怖い。やっぱ日本で怖いものってね、三大怖いものがあるんですよ。あ、そう、日本三大怖いものっていうのがあるんですよ。1個目はね、怪談話ですよ。あ、怪談話、ホラーとかね。はい、2番目、これね、人殺しとかね。あー、事件ですね。あー、物理攻撃、うん、2個、まあ怖いのがありますと、はいはい、もう1個怖いのがあると。はい、その怖いものを今回使ってギターを作ってやろうかなって思ってます。なんでやねんもう嫌やーやりたーい。なんか紹介するくだりとかももう嫌やずっと嘘ついてるもんなんやろ、今まで使ったことある素材は使う。今まで、なんでやー、おー、びっくりした。なんで勝手に入ってんの、なんで勝手に入ってんの。びっくりした。隠れるとこ、隠れるとこ、この椅子のところかな。この椅子のとこやな。どこまで行ったっけ。三大怖いものの一つを出すんやろ、ここから今から、うん、ちょ、紹介してきて。して紹介してきて。こんにちは。というわけで、今回ゲインにしていくのがこちらになります。それなんなん。これはね、有刺鉄線というものなんですよ。このね、有刺鉄線をね、使ってね、今回何ができるのかと皆さん思いでしょう。いきますよ、ご唱和ください。せーの、メタルが弾けるっていうことなんですね。というわけでね、今回ね、これを使っていきたいんですけど、はい、とりあえず俺は、あの、所定地に戻ります。あ、っていうかさ、うん、この間さ、ローソンの、うん、タピオカの、またミルクティー、またタピオカミルクティー飲んだよ、うん、久しぶりに飲んだよ。買うやん、うん、買って、うん、車乗って飲んで、うん、うわ、飛ぶぞ。飛ぶな、これな。あら、飛ぶぞ。飛んで飛んで飛んでって、わしゃ、窓か命かドアホハッピーバーイ、ハッピーバーイ。え、でもこれよく見てほしいよ。ほら、これこれこれ見て。これね、あの、もうここ、とんがりすぎてて、もうこれもう、こう、書き放題な。書くなー。ということでね、うん、いった、ね、死んだか。大丈夫、これ行こうか。行きましょうか。文明使ったね。お前が言う。これちょっとどうしようかな。ギターの弦を、有刺鉄線に変えてみたーにする。あ、それで行こうか。はい、はい、じゃあ大丈夫か、行きましょう。はい、うわー、いやじゃあ早速作業に入ろうか。ちょっと待ってくれ。絶対言うと思った。絶対言うと思った。ちょっと待ってくれ。誰って。みんなさ、うん、やればいいと思ってる。何お前、その上司みたいな喋り方、うっさ。やっぱ気持ちも大切やん。いや、込めてますよ、ちゃんと。込めてるよ。込めてる、込めてるって、うん、口先だけ。マスキルクッキングでどんな思い込めたらいいの。はい、じゃあ行こうか。行くで、せーの、マスキルクッキング。おいおい、撮れてる。撮れてる。こんにちは。というわけで、今回この有刺鉄線を使っていくんですけど、略してこれ何、これ、うん、トゥース。とりあえずほどいてギターの長さで切っていこうか。そうやな、とりあえずこれほどいていこうか。もうマジこれクソ危険やから。いや、これは痛いね、マジ。これマジで痛いわ。痛いよ。痛い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 。終わり。よし、よし。はい、ってことで、はい、有刺鉄線が6本に切れたんで、はい、今回もね、ここの何を取り付けるかなんですよ。ちょっとな、最近ネタ切れ感あるからな。そうだよな。どうしような。プレッツリー。
どこに巻くんかって話はもう。なんけなかでよプレスリーでもさすがにちょっとプレスリーやるのは多分 100% 元取れへんしな、うん、あ、プレ2ならありますよ。プレ2にしよう。プレ2にしよう。ほなこれ使いましょうかね。プレステーション2。あ、あかんわ。俺の伝説のゲームがあってる。SG28 号。誰がやってんねん、そんなゲーム。これほんまにとやってたら飛ぶ。飛ぶ飛ぶ。わしゃ、まどかひろしか、ドアホハッピーバーイ。うわというわけでね、今回ね、このブリッジの代わりになるのがね、このプレイステーション2なんですけど、これちょっと弦巻きつけるところがないので、これちょっとドリルでザグっていきたいと思います。プレイステーション2開けて、シャバいこと言うてくるやつ、俺んちまで戦いに来い。これはマジでな、鉄やから、火花出るじゃん。あ、火花出る？火花、火花。とりあえずドリルしたいんですけど、あのこっちにドリルのネジあるからちょっと涼介くん取って。時間ないから早く。あわわわわ、やんちゃな方だ。あーやんちゃな方だ。よあーやんちゃな方だ。プレイステーションを作ったね、開発者の方、本当にごめんなさい。スイス。うわ。悲しみの。マジでほんまにやばい。あー。これもう無理やん。無理やな。内部の構造的に無理やわ。無理やな。やめとこ。あー、やった。これいっとくか。え、無理やこれ。すごくない？この頃の iPhone に戻ってほしいな。わかるで。というわけで振り出しに戻ってまいりました。あーかっこいいな。それはかっこいい。それしよう。せーの、ドン。これは間違いないな。これは間違いない。全世界探してもこれほどもフィットするもんないわ。そうやな。行きましょうか。はい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 。はあ、やっとった。この有志の死をね、ほどきましたので、これをね、コントローラーに巻きつけていきたいなと思います。よし、行こう。いった、あ、ごめんなさい、いた。よし、かっこいい。やっば、コントローラーから有志鉄線出てんねん。めちゃくちゃおもろいな。やばいやろ。ほんでここにまたギターつくんやで、すごい。早速つけていこう。ちょっと待ってくれ。何？これブリッジつくか、そこに。待って。普通になって時を込めて。デビルメイクだよ。ドンムーブ。よっしゃ、やったー。よっしゃ、皆さん聞いてください、ここまで来るのに2時間かかりました。ってことでね、これでなんかやっと下完成したから、うん、あと弦を巻いていくだけですよ。巻いていきましょうか。説明しちゃって。というわけで説明していきます。まずはヘッドからいきますね。はい、ヘッドが、まあ今日はねちょっとね綺麗にしました。いつもより綺麗やろ。でこのもうフレット、もうえかっこいい。え、なんなんやろうな、デビルメイクライって感じやろ。間違いないね。でここのボディのところになんと PS2 のコントローラーがついております。これでねデビルメイクライもできるっていうね。じゃあこれをね、早速引こうか。行きましょうか。はい、行こうか。行くで。よいしょー。
撮ってる？撮ってる？撮ってるよ。とりあえず終了しますね。はいよ。ちげえ。ちげえ。あぶねあぶねあぶね。なんじゃこれ。エビトンボええね。とりあえずまあチューニングから行く。チューニングから行こうか。6弦からね。うん。あーすごい。あーでもほら上がってって消えるな。チューニングが不可能です。関係ないな。チューニングなんてメタルやから大丈夫。メタルにチューニングは不要や。じゃあというわけでいきます。はい、いきます。頼む、いい音鳴ってくれ。でも変わらん音。音階ある？お、あるあるある。あるあるやん。あるな。痛い。ちなみに、ちなみに。あ、それ忘れた。そうや。忘れた。首にこれ擦りつける。いや、俺この機材の名前をまだ知らへんのよな。間違いないな。行くぞ。うん。みんな大好き！キューパー。テネーグル。キレマしてんな。というわけでね、うん、そうやな、どうしよう、まあ、とりあえず持ってや、うん、マジで有刺鉄線って感じの音やな、そうやな、出てる音が。痛いわこれ。命削っていかなあかんね。命削ってってる、ほんま。はい、時を込めて、あのね、見てくれてる人分かると思うんですけどね、もうね、世紀末なんですよ、弦なんか変えても。だから、もう弦変えはしません。間違いないとプラー。おいおい。